おはようございます。ファミリーマートのミルクカスタードパイをいただきます。価格は税込みで128円でした。裏面はこんなになってます。美味しそうですね。たまたま寄ったファミリーマートで人気ナンバーワンって書いてあったので思わず買ってしまいました。ではいただきます。なんかすごいですね。ミルクカスタードホイップクリームとカスタードクリームが入ってるみたいです。裏面はこうです。ではいただきます。もう本当にパイのところは特に甘みのない味なんですけど、このパイのところがね、今ちょっと食べたんですけど、それは甘くてね、そのコンビネーションがいいですね。そんなすごく甘くないんで、これだと食べやすいですね。クリームもね、そんなめっちゃ甘い、まあまあ甘い感じでね、まあちょっとなんだろう、控えめっていう感じですかね。まあこのコンビネーションでね、なかなかバランスが取れているような気がしますね。このパイのね、生地用のなんだろう、サクサク感っていうのが美味しいなと思います。もったいない。ちょっとパイが出ちゃった。食べるときちょっと出ちゃうかもしれないんで気をつけた方がいいですね。今屋外だからよかったけど、部屋で食べてたらちょっと大変でしたね。いや、本当コーヒーに合いそうですね。疲れてお腹空いてる時にはね、甘いものは美味しいですね。まあ普段はね食べないですけど、まあこういった機会にちょっと食べてる感じです。ああ、美味しかった。っていうわけで、なんだっけ。というわけで、ミルクカスタードパイを食べてみました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。